ンポン。眠い。おい、大丈夫かいな。起きろ。羊が1匹、羊が2匹。何積極的に寝ようとしてんの。起きろ。羊が1匹、羊が2匹。なんかとんでもねえもん数え始めた。おい、エーミンすんな。起きろや。うわあ、なんやねん。先生。あら、あなたは、あかりさん。は、どないしたんや。急に塩らしくなってもうて。私はあの子とは違う人格。その名も、あんまりお嬢様人格。実は、眠気がひどい時、まるに人格がチェンジしちゃう時があるんです。は、てか、あいつ分身できて、人格複数持ちとか設定盛られすぎやろ。ゆかりさんはあれですよね。今お嬢様人格言うモードなんですよね。ふふ、頭にきちんとはんなりってつけてね。は、はんなりお嬢様人格モードなんですよね。よろしい、よろちくび。ふふ、なんやこいつ、普段の人格はどういうモードなんですか。あの子はメイン人格、エネルギーが溢れてるので、基本的には、あの子が表に立つことになってるの。あ、それは災難でしたね。メイン人格、そのモード名は IQ に。ほんとあいつやべえな。あかりさんのことはあの子の中からよく見ていたのよ。そうなんですか。あなたを見てよく思ってた。父でけえなって。急にセクハラしてくんじゃねえよ。びっくりするわ。まずい、あの子が IQ2 が起きるわ。いや、やだ、やめてー。お前のメイン人格は悪霊かなんかな。おはようございます。おはよう。頭は大丈夫か。バッチリ全体マッチョマン。ダメそうやな。唐突なんやけど、うちのことどう思う。どうってそりゃ、父でけえなって。お前ほんまに寝てたんやろな。